こんにちは、佐々木です。本日は Amazon アカウント停止される出品商品を大公開、警告メールがすぐにアカウント削除されますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ですね、アカウント削除のですね、対象なんですけど、今回ですね、私の、ある情報から、ね、手に入れたね、非常にですね、アカウント削除、こういったね、キーワードでこういったね、ものをするとアカウント削除されるっていうことがね、停止されている方結構います。ぜひ紹介させていただきます。まずですね、こちらですね。価格の設定ですね。はい。この価格設定なんですけど、これがですね、安い商品をですね、簡単に言ってしまいますと、高くね、出品します。通常のね、例えば2倍とかね、100円プラスとか500円とか、そうしますとですね、1000円とかで、ね、アカウントの、ね、削除の対象になるようですね。はい。で、実際ですね、なっている方も非常にいまして、ぜひね、注意してほしいんですよね。はい。で、これですね、Amazon のですね、ポリシーってわかると思うんですけど、これにですね、すごい今、結構うるさいみたいで、この規約違反に入ってしまう。ぜひね、注意してほしいですね。はい。で、これですね、復活することもできるかと思うんですけど、なかなかね、難しいようで、ただしですね、一つだけね、回避する方法がありまして、すぐに、メールが来ると思うんですよ。違反のね。で、これをですね、すぐ返信ですね。信していただければね、アカウント停止を即ね、解除することはできるようです。はい。でも中でもね、一発でアカウント削除になるっていうのはね、なかなか聞いてないので、ぜひね、注意してほしいですね。価格設定ですね。ここが結構、ポリシー違反するとすぐね、アカウント削除されてしまうようなので、ぜひ注意していただければいいかと思います。はい。その次ですね、この削除対象なんですけど、簡単に言ってしまいますとね、コロナですね。コロナ関係なんですね。どういった商品かですね、情報を知りまして、ぜひね、紹介させていただきます。まずですね、マスクストーカーですね。このマスクストーカーはですね、停止関係で結構厳しいようです。他ですね、ハンドソープですね。これも結構うるさいですね。あと、これはわかると思うんですけど、ビオリューですね。はい。で、このビュール U はですね、メーカーさんが出してるんで、これで引っかかればいいんですけど、今ですね、やっぱり、このコロナ関係で結構うるさいです。はい。ぜひね、出さない方がいいですね。出してる方も今みたいにいるんですけど、出さない方がいいですね。その他なんですけど、まだありますね。いろいろあります。はい。きれいきれいですね。これも、ちょっと厳しいですね。はい。その他ですね。これ、ミューズですね。ミューズもかなりうるさいですね。はい。その他なんですけど、そうですね。除菌スプレーですね。こちらも結構、あれですね、うるさいですね。はい。その他ですけど、ジェルですね。このメルカリ等でもね、もう出品禁止と思うんですけど、こういったところが、やっぱコロナ関係の商品っていうのはですね、衛生品なんですけど、アカウント削除対象ですね。もう停止または対象になるので、ぜひね、注意していただければいいかと思います。はい。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み、質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後ご視聴いただきまして、ありがとうございました。